はい、どうも、なおちんです。さあ、今日は妖怪ウォッチ1をやっていきます。よろしくお願いします。ついにね、山吹鬼をレベル99にしました。レジェンド妖怪って、レベル上がるの遅いのね。S ランク妖怪よりも、全然レベル上がるのが遅かったです。結構きつかった。で、能力がこんな感じ。めちゃくちゃ高い。能力、むちゃくちゃ高いのよね。はい。山吹鬼と、武士ニャン、そして草薙。で、後衛に、ホムラ天狗、修羅駒、吹雪姫。これで、やっていきたいと思います。はい。ドンドロに行きますね。では、行きましょう。最初の目の色が、青だったら嬉しい。赤だったらちょっとやり直そうかな。青だったらば、物理なんで、どうだ、青、赤かい、やり直し、青頼むよ、青頼みます、青出てきてください。でもやっぱね、一撃が重いってなかなかいいよね。一発で200ぐらい与えれるので、青、よし、青きた、よしよし。全然ね、妖術の方でも勝てるのよ。勝てるんだけども、今回は、山吹鬼を使うっていうことで、物理の方で、やりたい。どこだ？この辺か？オッケー！これは取っときたい。まあ別にいらないんだけどね。オッケー。どこだ、回復はもうヒーラー入れてないのでアイテムで回復していきます。武士にゃんと連打多いな。こういう時こそ連打コントローラーの出番なんでしょうけども、 OK、 全然効かないHP が500以上あるからね、全然効かないのよ攻撃が。しかも素早さもものすごく高いし、防御力も高い。うん、もうほんとね強すぎる。ああ、ちょっと待って、これやめて、これをチャンスにする前になんとか、ああ、よし、オッケー。違うって、なんでこれしか出ないの？オッケー。ナイス！いけ！回復しとこう。武士にはね、攻撃力高いけども、素早さも高いけども、HP 低いのよ。HP が380ぐらいかな。低いんだ。うん。強いんだけどね。もう少し、やめろ、もうこのままいくか、サボるかもしれないけどね。終わり。山吹鬼強。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、育てました、こいつ山吹鬼使ってみました。装備を、外したらばこのぐらいの能力値ですね。うん、素早さが、まあ、200十分あるんだけども、十分あるよ。だけども、やっぱり素早さはある程度上げたいので、俺は、流星バッジをつけてます。もう、死んでもいいんだろうけども、こっちはね、力が50下がるのよ。ということで、俺はこっちの方を装備して、こんな能力値でやってます。うん。草薙も十分強いのよ。草薙も強い。でも、やっぱり山吹鬼いいよね。守りが高いっていうので、で、クリティカルの威力も高い。これは素晴らしい。はい。ということで、今日は山吹鬼を育てましたので、使ってみました。むちゃくちゃ強いです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。